マリオカート8デラックスの時間です。どうもいらっしゃいませ、サクの部屋のサクでございます。初めての方はじめまして、いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。さあということで、今日も元気に明るく元気よくやっていきましょう。マリオカート8デラックスです。ふう自分で疲れてます。はい、いや疲れてませんよ、演技です演技。ということで一人でモード、はい、戦います、レースで戦います。今日はなんとなくネコピーチのような気分がします。にゃんにゃん、はい、ネコピーチもう、はい、装備なんでもいいです。はい、ここ 50cc でレース数は12レースぐらいにします。はい、ふぅはい、まあそんな感じでね、あのため息つかないようにしますよ。僕は人生においてため息をすると幸せが逃げるって言うじゃないですか。僕はね、そういうね、結構信じてるんですよ。結構ね、そういうの気にするんですよ。はい、まあそんな話どうでもいいです。どうでも噛みすぎですわ。はい、ということでね、そんな話はどうでもいいんで、今日はマリオカート検証をまた久々にやっていきたいと思います。今日の舞台はね、なんとまあね、決めてるんです。ここです、ここ。さあこの4つのどこかお分かりになりますか？はい、そうです、スカイウソです。はい、クッパキャッスルです。今日はクッパキャッスルでね、ちょっと検証したいことあるんで、ちょっとやっていきます。はい、ということでですね、今日戦う相手はこのクッパキャッスルにいます。さあどいつかというと、もちろん、はい、この振り子でもありますが、おっとトゲゾ来た、トゲゾ来たよ。はい、振り子じゃなくてですね、テレさんも同時に食らうというね。はい、振り子じゃなくて今日戦う相手はこいつですよ、こいつ。はい、マリオ界の創造主ですね、神ですよ神。このクッパ様とね、今日は一戦を交えたいと思います。ちょっとこいつをね、なんとかして倒してやろうと思います。で、ちなみにですね、倒す定義なんですけど、今までね、スター使ったら結構キュインキュインって言ったり、マグナムキラー使ったらまたギュインって言ったり、いろいろあったじゃないですか。ああいう風に何かリアクション、反応があれば勝ちということにしてください。でね、前回やった時のようにね、何も反応のない、無反応な敵いるじゃないですか。あれはもうほぼ最強の、アイテムじゃないわ、最強の敵とお邪魔キャラとかそういう風に見なしてるんで、何か反応が起きれば勝ちということにしてください。それではね、早速こいつに喧嘩挑んでみましょう。トゲゾ一緒に食らおうかな。あ、失敗。では早速やっていきましょう。さあまずはね、このファイヤーでね、もうファイヤー絶対効かないでしょこれ。もう絶対効かないよね、もうクッパ自身が燃えてるもんね。ファイヤー絶対効かないよ。なんかフレイザードにメラゾーマするようなもんだもんね、炎の部分にね。まあ、分かる人だけは分かってください。はい、やってみます。ほら、よっしゃ。はい、全然効かない、むしろパワー吸収されてる気がする。パワー吸収されてるね、むしろね。キラーやりますよ、じゃあそのまんまキラーいきます。これキラーだと弾き飛ばせんじゃない、それとも無理かな。DK ジャングルの石像の時効かなかったように効かないのかな、これ。クッパいきます。お、あ、ちょっと待って、お、弾き飛ばしたよ。しかもさ、なんかさ、クッパうおーとかって言ってなかった、クッパ。ちょっとまたやりますよ、またやる。ちょっとクッパうおーとか言ってたね今。ちょっとあれ、これ勝ちじゃない、いきなり勝ちじゃないこれ。いきなり勝ったんじゃないか。クッパの前にさ、このチクタクしてるやついるけど、こいつはどうなるんだろうね。こいつちょっとやってみよう。あ、いくよ、 OK。 あ、どうなった、どうなった、全然検証できてない、今のはダメ。炎も全然検証できてない。こいつとかさ、キラーで倒せるかなこれ。お、飛ばした、今のキュイーンと落としたよね。あれは勝ちなんですよ、あれは勝ちという判断ですね。さあちょっとこのチクタクしてるやつをスターでちょっとぶち当たってみましょう。いけ、お、あ、あ、変な動き方してる、変な動き方してる、めちゃくちゃ揺れてる。あ、やっぱりか、あれは変わるんだね、あれは変わるね。さあこの一匹の子猫ちゃんが、猫ピーチちゃんがこの創造主である最強のクッパにね、スターで立ち向かいますよ。この絵がまたすごいね。どこに打つ、ここか。あ、ちょうどこれダッシュ版のとこじゃん、これ難しいな。よし、じゃあちょっとね、スターで突っ込みます。おおお、結構いいんじゃないこれ。ああ、切れた切れた、危ない危ない。今おおとかってまたうなったような気がするんだけど、どうだろうね、ちょっと弾いたかな。キラーの時みたいに確実に弾いてないような気がするな。もう一回確認しましょうね。
これちょうどひびがいってるから、この辺にいたら、おーっと飛んで、ここか、ここだね。ここにいたら多分、どうなる？おいっと、おーい。あれ？でもダメージ効かないんだ。これ、12位だからかな。それでかな？どうなんだろう。どうかわかんないけど。さあ、じゃあもう一回行きましょう。もう一回、おーって、ちょっと確認しますね。無言になりますよ。おお、やっぱり効いてるわ。やっぱり効いてる。キラーは効いてる。これ繰り返したら右腕折れるとかないのかな。これは確認 OK だね。さあ来ましたよ、最強コーラ、トゲゾー青コーラ。さあ青コーラではどんな反応するのか、ちょっとやってみたいと思います。倒せるかな、当たるかな、そもそもこいつにね、戦い挑みますよ。さあこの次ぐらいに行こうか。次ぐらいに、この辺だね。よし、行きますよ。次発射します。お、やっぱ効いてんじゃない、効いてるよね、やっぱり。ほら、やっぱり効いてる。スターも効いてるわ。いいね、いいね。分かってきましたよ、分かってきましたよ。さあということで、ちょっと番外編、このレーザー光線って焦げるよね。ここにバナナ置いたら、バナナの焦がしバナナ炒めは作れるか、ちょっとやってみましょう。どうなる？おお、焦がしバナナ炒め作れなかった。なんか普通に消えた。普通に消えました。バナナの皮が普通に消えました。なるほど。あんなレーザーでもアイテムって消えるんだね。よっしゃ、こう、トゲゾー来ましたけど、ちょっとね、趣向を変えてね、趣向というか、あちちちちち、普通に手ばっかりにやってたんで、今度はちょっとね、ボディ狙ってね、頑張りたいと思います。ボディ狙って。ちょっとやってみますよ。これタイミングが難しいな。普通のキノコだったらよかったんだけど。これ落ちるの？これ。落ちるの？あ、落ちるね。落ちるね。ここ落ちるね。よし、これで、残り少なくなった時に、こっちに落ちてから、トゲゾー発射するよ。いけ！オッケー、トゲゾー！お、全然ダメ。全然ダメ。普通にこの通路の方に戻っていった。難しいな、結構。これキラーだったらどうなるんだろうね。ちょっとやりましょう。さあ、サンダーよ。サンダーでやりますよ。これサンダーがまず効くかどうかだよね。サンダーがね。じゃあちょっとこの辺でやりましょうか。この辺で。この創造主に向かって。よし。じゃあちょっと浮き上がって。オッケー。サンダー攻撃しますよ。いけ！うわ、もう全く効かない。やっぱ効かないね。よし、じゃあ、お、ちょっと待って。こんなところにハンマーブロスいた。え、皆さん気づいたことあります？こんなところでハンマーブロスいましたよ、これ。ハンマーブロス。あ、こっちにもいる。あ、すごい。まあ、そんなことよりもちょっとキラーよ。これちょっと、こっちにわざと落ちて、救助される前に一回やりましょうか。落ちるなよ。よし、OK。ちょっとこれが浮き上がった後ぐらいがいいね。いけ、今ここ。あー、もう全然ダメだな。全然ダメだな。これタイミングだな。まず甲羅とかやってなかったけど、まあ甲羅はさ、絶対効かないよね。緑も赤も。ちょっと確認はしてみますけど、絶対勝てないよね、多分ね。はい。あ、ちょっと待って、もう一回ね。はい。あ、赤甲羅失敗したけど、もう絶対勝てないね。緑甲羅とか赤甲羅は多分勝てない。まず勝てない。これどっちの方が近い？これ右から行った方が近いかな？右から行った方がクッパのお腹の部分に行けるのかな？あ、微妙だな。あんま変わんねえか。でもとりあえずこのダッシュ板ギリギリまで行って突っ込めば多分なんとかなるかもしんないね。この浮き上がった瞬間よ。これほら。行けるかもしんないよ。ちょっとやってみよう。次ね。ここで。オッケー。おお、今なんか言った？今、ガーとかって言ったっけ？あー、また聞き取れないな。また編集の時だな、これは。今でもいい感じで行ったよね。今いい感じで行きましたよね。ちょっとどうなる？これは。さあ、パックンチョ。今こそ下克上の時だ。大ボスの創造主であるクッパ様に攻撃をするんだ。パックンチョ行け。さあ、戦え、パックンチョ。全然戦う気がない。全然戦う気がないな。その踊ってる場合じゃないぞ。一人ぐらい。オッケー。
そうか、やっぱり強いものには逆らわないんだな、パックンチョ。クッパ様には全然スルーだったな、今。よっしゃ、じゃあやりますよ。クラクションだったら倒せるのか。どこぐらいまで行ったらいい？ギリギリまで行こう。ここら辺か。よし、行きます。お！あ、でもなんか、倒したけど、手は弾いたけど、クッパのうなり声聞こえなかったね。うおーってやつ。あ、じゃあこれは倒してない。あ、ちょっといて、みたいな感じぐらいってことだね。やられたな。はい、ということで来ましたよ。これはね、多分ね、うまくこのダッシュ板を使わずに、ああ！ダッシュ板を使わずにって別にこれでもいいか。これで、この状態でね、多分ね、ダッシュ板までギリギリで戻って、ところでダッシュ板って逆に入ったらどうなんの？これ。あ、また前に行くのか。あ、了解了解。よっしゃ。じゃあ、これで、ここまで行きますよね。ここまで行って、あの、スーファミマみたいに LR でぴょんぴょんジャンプできたらいいんだけどね。ここ、あれ？踏まれた。踏まれちゃった。ここがね、多分ちょうど、クッパの体の真横ですよね。これ真横ですよね。これ今どこにいるんだ、これ。ここ、ほらほら。ここはね、多分いけるでしょ。次浮いた時言いますよ。来た、ここ。お、今、うわーって言ったね。あれはどうなんだ？ジュゲムさん、審判のジュゲムさん、どうでしょう。いやー、結構いいんじゃない？今のは、うおーって体突っ込んだよ。今のはいいんじゃないか。でもちょっと、確証が得られるまでちょっともう一回やらないといけないな。今、すっごいタイミングが良かったけど、やっぱりキラーだったら倒せるね。あ、キラーでも、あの、チクタクするやつ倒せるじゃん。キラーでも倒せたね。そういえばまだスターでね、戦ってなかったよね。スターでじゃあちょっとやってみます。スターは、どうなるか。いきますよ。あ、スターはもう余裕だね。どう？おい、来た。やっぱりな、やっぱり倒せるぜ。これだったら倒せるぜ。クラクションをさ、お腹に落ちる瞬間にちょっとやってみようか。こっちから。クラクションをね。痛い。やめてよ、ここら。ここ。ここで、クラクションで攻撃します。よし、ここ。はい、全然効かない。クラクションは全然効かない。やっぱりダメだ。ボディだったら効かない。手だったら効くけどね。いけ！お！おーって言ってる。やっぱり効いた。トゲゾーも効いた。よし、赤コーラついでにやってみよう。赤コーラは？はい、赤コーラは効かない。やっぱり赤も緑も効かない。青コーラは効いた。よっしゃ、来ましたよ。トゲゾー。これで次上がった時やりますよ。いけよ、どうなるか。上がれ。よし、上がった。あ、跳ね返された。トゲゾー跳ね返されて、なんか今行ったね。跳ね返されたね。ちょっと変な感じになったぞ、トゲゾーさん。さすがにトゲゾーさんも親方には逆らえないか。さあ、いよいよ最後の検証かな。これでこっちからダッシュ板使って一気に突っ込んでみますね。突っ込んでいきます。ここだね。うわ、ちょっと待って、キラー、おお、余計なことすんじゃねえぞ検証中だぞ、こっちは。よし、行くぞ。ダッシュ板使って一気に放ちます。浮き上がれ、いけ。よっしゃ。おお、トゲゾー使ったんだけどもう完全に失った。全然ダメだったね、トゲゾーさん。全然ダメだね。さあ、本日ラストです。いきますよ。これで、あとは、突っ込むだけなんです。次行きましょうか。次上がった時行きましょう。また変な方向に行くかな、トゲゾー。よし、行きます。ここ。あ、やっぱダメだ。もう、喧嘩打ってくれないね、トゲゾー。ダメだね。はい、わかりました。トゲゾーはボディには当たらない。はい、皆さんお疲れ様でした。どうも、帰ってきました。クッパキャッスルから私、サクネコピーチ帰ってきましたよ。
はい、ということでですね、創造主であるクッパ様倒せたのは、まあ、スターは当たり前なんですけど、あのキラーが一番強かったですね。やっぱりあの原骨部分にあの対応できたのはキラーとトゲゾーと、スターか、この3つだったと思うんですよ。あとクラクションかな、クラクションはでもクッパがおーってうならなかったんで、あれはあの負けですね。負けっていうかもうほぼダメ。でもクッパがおーってうなったのは間違いなくキラー、トゲゾーも多分うなってたんですけど、でボディに何とかして当てたのが多分キラー当たったよね。キラー当たったということにしてください。トゲゾーはね多分当たってないですね。当たったとしてもトゲゾーの場合はすり抜けました。すり抜けて変なとこくるくるっと回ってからキュイーンって先頭に飛んでいきましたね。はい、まあ、あと、まあ、赤コーラ、緑コーラとか、ファイヤーとか、あの、ブーメランは全く効かない。当然ですけどね。はい。まあ、そんな感じですね。とりあえず、まあ、いい勝負するのは、やっぱり、自分の部下であるキラーでしたね。やっぱり最強のキラーでしたね。まあ、まあ、やっぱり倒せないですよね。もうちょっとね、頑張って、いつも思うんですけど、バトル以外に羽とかがあったらね、羽でピョインって飛んでキラー使ったらね、ちょうどクッパのお腹ぐらいでキラー発動できるんだけどね。そういうのも思ったんだけど、なかなかね、やっぱり、まあ、こういうことをやるやつがいるから羽をなくしたのかもしれないですね。本当に、レースではね。はい。まあ、そんな感じでしたね。まあ、とりあえず、まあ、キラーは最強と。あくまで、互角レベルか、ちょっとクッパをいたって言わせれるぐらいのね、実力を持ってますということですね。トゲゾウとかもそうですけどね。はい。まあ、そんな感じで、また次回もね、なんかいろんな検証、まあ、はちゃめちゃ検証とか、こういう、戦い検証、戦闘検証ですね。とか、いろいろ、まあ、やっていきたいと思います。また、やってほしいこと、気になることあれば、コメント欄で教えてください。可能な限り、チャレンジします。はい、ということで、また次回もよろしくお願いいたします。サクの部屋へお越しいただいてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。またお越しください。ご視聴ありがとうございました。サクでした。皆さん、ご視聴ありがとうございます。サクです。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。